お元気ですか？谷村新司です。食欲の方はいかがですか？お正月で、増えた体重を少しずつ減らさなくちゃいけないっていう人も多いかもわかりませんね。食事をするときは必ずバランスを取りながら、これ忘れないでくださいね。食卓には5つの色。赤いもの、白いもの、黄色いもの、緑、そして黒いもの。この5つの色を考えながら、食事をとっていきましょう。さあ、あなたは今夜何を食べるんでしょうか。さあ、今日もラジテレ明るく元気に始めてまいりましょう。さあ、今回のテーマは卵の魅力です。卵の魅力、あんまり普段考えないと思いますね。改めて。ふっとこんなことを考えたことないですか？今まで自分は卵を一体何個食べたんだろう。もう一日一個としても膨大な数になりますよね。何万個。すごい数です。子供の頃から卵は僕らの昭和生まれにとって卵っていうのはご馳走だったんですよね。だから、食卓やお弁当にこの卵が入っているだけでもうささやかな幸せを感じさせてくれておりました。その味とその色、やっぱり食卓には必須の一品だと思ってます。考えてみると生卵を唯一食べているのが僕は日本人かなと思います。卵かけご飯の美味しさを知っている日本人の喜びを世界中の人はまだ知らないんだ。そう思うとちょっともったいないなという気がします。YouTube なんかで見てると、外国の人が日本で暮らし始めて生卵にこう挑戦してみて、その美味しさに気づいていく瞬間みたいなのが出てきてると本当に嬉しくなりますよね。美味しいんだからこれはって、YouTube に向かって拍手したりしておりますけども。